こんにちは、みどりです。今日もニュージーランドの首都ウェリントンよりお届けしています。今日はお水とかお湯の話をしてみたいと思います。昔オークランドでホームステイをしていた時がありました。その時にホストマザーからシャワーは5分以内に終わらせてねと言われたことがありました。正直その時はケチくさいなと心の中で思った記憶があります。でも今では私が家族に対して同じようなお願いをしています。なぜそうなのかということをお話ししてみようと思います。ニュージーランドはお水に恵まれた国で、日本のように良質な水が豊富にあります。でもお湯の量にはだいぶ制限があります。我が家ではタンクに水を貯めて、電気でタンクを温めてお湯を作るシステムになっています。タンクの容量は180リットルです。タンクのお湯を使い果たしてしまえば、次にお湯ができるまで約6時間かかります。そんなわけで日本にいた時のようにお湯をジャブジャブと使うことができず、常に倹約モードでいます。困ったことに娘のシャワーはとても長いです。何も言わなければ永遠とシャワーを浴びています。夫や息子はさっさと済ませてくれるので助かっていますが、最近はティーンエイジャーになったせいか、息子のシャワーも長くなってきました。それで娘息子のシャワーの時にはタイマーをかけることにしました。一人につき10分ということで、携帯のタイマーを使っています。8分経過した時点でバスルームのドアを叩いて、あと2分だよと大声で知らせます。そのおかげで今ではお湯がなくなることを防げていますが、タイマーシステムを取り入れる前には最後にシャワーを浴びた私が水シャワーを浴びることもよくありました。夏であれば水シャワーもいいですが、冬は結構辛いです。私の住む地域ではガスによる瞬間的にお湯を作るシステムを使う人もいますが、我が家のように電気でタンクの水を温めるお家も多いです。また場所によってはガスのサービスがなく、電気だけしかオプションがない場合もあります。つまりお湯に制限があるのは我が家だけの問題ではありません。こんな理由があって我が家ではバスタブを全く使っていません。海外生活を長年していて、日本の何が恋しくなるか、私の場合は日本のお風呂です。体全体で湯船にゆったり浸かってリラックスしたいな、日本のお風呂はいいなといつも思っています。それからニュージーランドではお皿洗いをするときにお湯を流して洗うことはありません。シンクの中にお湯をためて、その中に洗剤を入れて洗います。お湯で洗剤を流すことなく、洗剤がついたままの食器を布巾で拭くという感じなので、最初の頃はかなり抵抗がありました。皿洗いの時にお湯を流しながら洗わないのは、もしかしたらお湯の量に制限があるからかなとも思います。お水に関してですが、ニュージーランドの水道水は基本的には安全です。一部の地域を除けば水道の蛇口から出た水をそのまま飲むことができます。日本にいた時も水道水をよく飲みましたが、東京の水道水よりもウェリントンの水道水の方が美味しいと感じています。ということで今日はお水とかお湯の話をしてみました。最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。今後もニュージーランド生活の様子をシェアできたらいいなと思います。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をしていただければとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。ウェリントンのみどりでした。それではまた次回まで。さようなら。